単純にマックよりモスの方が実はうまい説ないですか。あのフレッシュネスバーガーの方がもっとうまい。フレッシュネスは美味しいけどさすがに高い。でも量食うと高いけど、別にたくさん食わなくない？フレッシュネスバーガーで。フレッシュネスってなんだ？あなた東京いないの？フレッシュネスバーガーって結構そんなマイナーじゃないぞ、東京だと。ガチ知らない。いや、うまいよ。行ってみ、行ってみ。え、美味しいよね。フレッシュネスバーガー俺結構、ファーストフードバーガー系の中だと俺、結構ハイティアだと思うんだけど。え、バーガー話するちょっと。マックが値上げしたけど。マックのオニオンって、ダンボールじゃん。いや、なんかこう、ダンボールなんでしない。いや、なんかさ、マックのオニオンダンボールだし、キャベツは、なんか噛みないよ、味が。細切りにしたダンボール食ってるみたいな。チーズはちなみにロッテリアが一番うまいと思う俺。チーズの味のうまさはロッテリアが一番コスパがいい。ロッテリアの絶品チーズバーガーってのがあって、その絶品チーズバーガーマジでうまくないあれ。すっげえ悪い味すんだよあれ。カロリーの味する。あれカロリー味じゃない。わかるかな。うわ、これ食ったら死ぬわみたいな味する。体に悪いよね。めっちゃ体に悪い味する。あれ依存性が高そう。なんか薬物みたいな味するよな。あ、伸びるチーズ、わかる。いや、わかる。ただ、野菜系はフレッシュネス。マックは、賞味、意味ないかも。なんか、マックの勝ってるポイントって、実はないんじゃね？ウーバー来るのが早い。あ、まあ、それぐらい。ウーバーぐらい。あ、一個ある。あの、世界でどこで食っても、なんとなく味が近い。ちょっと違うんだけど、味が近いのが、いい。あの、俺、あの、海外に行った時も、あの、ベルギーだっけな、行った時とかも、なんか、日本の食べたいなーって思った時に、マック食ったら、あ、ちょっと帰国したみたいな。だから、ハネゲネズミが安心できる。知ってる味なよね。和食が一番良くなくて、嘘みたいな味だったりすんだよ、和食も。なんか、美味しいけどこれじゃないな、みたいな。日本の味みたいなのが、日本食と日本の味って別だから、結局。世界で食えるのがいいところかも。世界のどこでもマックが食えるみたいな。だからマックは結構安心するよ。もうシンガポールでもマックは食うけど、結構いい。実家のような安心感みたいな。あとなんか、何が出てくるかもわかるじゃん。ビッグマックだったらビッグマック出てくるみたいな。逆にそれ以外はダメだよね。それ以外はあんまり良くない。それ3枚も貼るな。3回見たら死ぬやつ3回貼るなよ。もう見たわ、3回。即死コンボ。バーガー派閥選手権しない、ちょっと。ちょっとバーガー派閥で分かれたいな。バーガー、モスバーガー一番好きな人、のってして。の。1,2,3,4,5,6,7,8,9。次、バーキン。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11。おー！え、何がうまい？一番バーキン。あんま、肉。あー、まあ確かに。ふんころがち二つとも選んで、お前さ、お前さ、モスバーガー一番好きって言ってさ、手挙げて、なんでもう一回手挙げんだ、お前どういう、お前さ、お前一番好きだろって言ったよな。どれもうまい。あ、そういうことね。もう選べないよ。どれもバーガーは美味しいじゃんっていう気持ちね。あ、なるほどな。一番が二つあっちゃダメなんですか？まあ食いしん坊だからな、まあ両方食べたいよな、そりゃ。え、次は、マック。マック一番好きな人。1,2,3,4。転がし、また、あのさ、マジで、何回あげる気なんだ、お前。あの、ポテトがうまくない？マックって。ポテトはマックじゃない。あの、ポテトは勝てないと思う、俺、どこも。ポテトの味はマックじゃないと、やっぱ勝てないよな。ポテト食いたくてな、わかる。ポテトがいいよね。ポテトは剣だ。え、ほんと？え、そうかな。なんか、マックのポテトってなんか、カフェイン入ってね、あれ。中毒性がある。バーキンのワッパーにマックとモスのポテトで完璧。え、ラッキーピエロって何すか？北海道。食ったことないんだけど、ラッキーピエロって。知らない。何これ？ファッキン？ファーストキッチン。知ってる俺。あれ、ポテトうまいよ。え、ファーストキッチンって多分、一回撤退しなかったっけ？確か。一回撤退したんよ。あの、ウェンディーズファーストキッチンになってる今。なんか、ウェンディーズファーストキッチンが合体みたいな。ファーストキッチンあんまりいないのか。あのね、ポテトがちょっと美味しいかも。東京にある店舗が、
11店舗しかない。ファーストキッチン、俺渋谷の、あれ渋谷にファーストキッチンあったんだけど、なくなってる。渋谷のファーストキッチンに行ったことある。行ったの覚えてる。けど、なくなってる。ドムドムバーガー。ドムドムバーガーは日本の初めてのマック、あの、バーガー店なんですよね、確か。日本で初めてバーガー店が来た、ハンバーガーチェーン店がドムドムバーガーですね。いや、俺も行ったことはないけど。カマンベールバーガー、アジフライバーガー、丸ごとカレーバーガー。めっちゃアホだな。IQ20 ぐらいのバーガー作ってる。あ、カニのやつ作ってんじゃん。なんだっけ、このシェルクラブのバーガーみたいな。頭悪そう。キャンプで自分でハンバーガー。あのね、ソフトシェルクラブのバーガーって美味しいんだよね。俺日本で食いたいんだけど、売ってんのかな。ソフトシェルクラブバーガーで検索してください。ドムドムバーガーで売ってますね、これ多分。うまいんですよ。カニそのまま丸ごとぶっこんでるみたいな。ソフトシェルクラブのバーガー、殻ごと食えるバーガーで、ソフトシェルクラブっていう、もうカニも爪も全部丸ごと食えるみたいな。え、ガチうまいよ。ちなみに。ドムドムバーガーのじゃないけど。これは美味しいのか知らないけど、ソフトシェルクラブのバーガーうまい。シンガポールで結構よくある。丸ごと食えるし、なんかめんどくない。カニめんどいじゃん、普通に。ちょっと高いけど。単品1000円超えか。ちょっと高いけど、まあ、ぜひ行ってみてください。あと、そう。あと、もう一個ね、美味しいバーガー屋があって、あの、ビレッジヴァンガードの、ハンバーガー屋さんがあんのよ。え、知ってる？ビレッジヴァンガードのハンバーガー屋。吉祥寺にもあるんだけど、え、あるのが吉祥寺、荻窪、下北、まあそういう人向けですよね、まあ、完全に。豊洲にもある。なんかガラクタとか異物混入してそう。そんなこと言うな。あとは越谷にある。ビレッジヴァンガードダイナーってやつがあって、ちなみにマジうまいよ。ちなみにうまい。ビレッジヴァンガードダイナーはガチでうまいよ。俺すげえ好きだったの。吉祥寺住んでる時あって、普通にうまい。牛タンシチューバーガー、和牛クラシックアボカドバーガー。え、めっちゃうまそうじゃん。和牛クラシックベーコンチーズバーガー。あの公式サイト見てください。エビアボカドバーガー。あ、これ食ったことある。これ似たやつ。マジうまいよ。アボカドもマジうまい。多分普通に行けるバーガー屋の中だと結構トップでうまい。ハードロックカフェのもうまいな。まあでも、ビレッジヴァンガードの方がいいな。ビレッジヴァンガードダイナー行ってみてください。なんか、なぜかビレバンがやってるんですよね。正直、ビレッジヴァンガードがやる意味は果たしてあるの？ビレッジヴァンガードでつけててもなーみたいな。ただね、あの、ビレッジヴァンガードが、なんかこの前問題になってたよね。ビレバンの営業、YouTuber に営業して、グッズを作ってくれみたいなことを言う営業が、営業を送りまくってて、まあ俺は Twitter に、まだ書いてるっけ？ビレッジヴァンガードさんはメールを控えてくださいみたいな、こう、確か書いてる、確か。いやもう消したか。あの、ビレバンの会社が営業メールを送りまくってきて、しかも、店舗ごとに送んのよ。で、何が送るかっていうと、店舗ごとに、店長が変わるごとに送ってくるから、こう定期的に、もうビレッジヴァンガードまみれになるのよ。メールボックスが。で、うざかったから、やる気がないから、二度と送らないでくださいっていう風に、俺返信したのよ。そしたら、わかりましたって言った次の日にもう来るみたいな。あの、次の日に別の、なんか池袋店だかなんだかから、まあ、来ると。だから、あの、ツイッターのメールアドレスの横に、ビレッジヴァンガードさんはメールをお控えください、みたいな。っていう風に書いたら来なくなった。俺の返信、特にやる気がないので、他の店舗にも送信しないように連絡してください。1ヶ月に、1ヶ月何通も、別々の担当者と店舗から送られてきて迷惑です。っていう風に返したら、それを何度も返したのよ。確か。イオン店、福岡店、店、かな、なんとか店。これちなみにね、これ2日間とか3日間の話で、これ。あの、3日間のうちに5店舗ぐらいから送られてきて、スパムみたいなの、もうビレッジヴァンガードスパムみたいなのがあって、DDoS 攻撃みたいなのしてくんのよ。ビレッジヴァンガードが。最近は来てないな。ブラックリストに入れてもらえたのかも。こいつには送るなみたいなブラックリストに入って、あ、そう。で、俺が返信したのよ。で、それが俺が興味がないので、他の店舗にも送信しないように連絡してくださいって言ったら、それを無視してきて、で、ムカついたから、追撃で、あの、返信してもらえませんかってもう一回送ったら、あの、申し訳ございません。ご要望社内共有させていただきますから、来なくなった。で、その後また来て、で、プロフィールに、ビレッジヴァンガードさんは、送信禁止っていう風に、連絡先に書いたみたいな。そしたらもう本当に来なくなった。ビレバンは、うちのメール出禁です。マジでただのスパムだった。そういうのがあったのが、もう2年前で、最近は、どうも、その、連絡をして YouTuber に、グッズ作りませんかって連絡して飛ぶみたいな。
あの、すごいよね。飛ぶってすごくない？あの、商品化一歩手前で飛ぶみたいな。すごいよね。連絡しかとして飛びますみたいな。あの、暇人さん、暇人さんじゃねえんだから。ツイッター、ビレバー、ズーム打ち合わせの後、当たり前のように飛ぶ。ひどい。ミーティングしたのに連絡途中で途絶える。十何種類のグッズの画像サンプルまで用意して、もうあと少しでリリースするっていうところで投げるみたいな。最悪だよな。暇人みたいだな。まあ、そういう会社なのかもね。社会は案外ずさんで、暇人みたいなやつが結構いる。暇人みたいなやつが多い。あれ、本当に何の会議もなく、個人的にファンだから送るとかしてる。あ、そうなんだ。送ってたのお前か？確かになんでお前知ってんだよ。なんでお前が知っとんねん。お前か、送ったの。まあ、ただ、ビレマンのダイナーは、うまいんで、マジで。吉祥寺行った時は、ちょっと行ってほしいっすね。俺が相当ヘビーユーズしてたから、ビレッジヴァンガードダイナー。吉祥寺のね、なんか微妙なところあんだよね。立地良くないんだけど、マジでうまいから、ここ。ぜひ行ってみてくれ。当時、付き合ってた彼女に、ここ行きまくりすぎて、デートの時も毎回ここみたいな感じになって、キレられた覚えがある。ビレッジヴァンガードダイナー行きすぎだろみたいな感じで、またみたいな、またビレッジヴァンガードダイナー行くのみたいな感じになって、あの、怒られた覚えがある。よし、ちょっと別の動画にするか。